LINE スカッとする話。私の名前はひとみ。社会人になり付き合った成幸という彼氏がいます。その彼はとても優しく自慢の彼氏なのですが、とてもお金に細かいんです。初めはしっかりしているんだなくらいに思っていましたが、最近は度を超えてきて。仕事終わった？ひとみも終わった頃？もう少しかかりそう。ひとみ最近忙しそうだもんな。うん、でもあと少しで終わりそう。そうか、よかった。今日は家に来る？そのつもり。明日ひとみも休みだったよな。休みだよ。なら泊まりに行く。わかった、できるだけ急いで私も仕事終わらせる。いいよ別に、先に帰ってゆっくりしてる。ごめんね。それよりさ、この前のお金今日返してくれる？ごめん、この前のお金ってなんだっけ？しっかりしてくれ。それでも社会人かよ。ごめんなさい。この前自販機で20円足りなかったから貸しただろ。あー、それか。ごめんね、今日返すから。まったく、社会人にもなってお金の管理できないのは恥ずべきことだ。確かにそうなんだけど、20円だったから気が抜けてたのかも。20円だって立派な金だぞ。わかってるよ、ごめんね、今日返すから。絶対だからな。あ、でも私さっき10円全部使ったんだった。明日でもいい？ダメだ。何か急ぎ？急ぎじゃないけど、今日で貸して1週間になるだろう。うん、1週間超えるなら利子をつける。利子って何言ってるのよ。当たり前だろ、それが嫌なら今日絶対に返せ。わかった、両替して帰ってくる。忘れるなよ、明日になったら30円になるから。わかったってば。帰ってくるとき何か買い物してこようか。それなら何かつまみになるもの、それから肉も食べたい。わかった、お肉は何でもいい？任せる。了解。俺はビール買ったからビールは買わなくていい。そうなんだ、重いから助かる。帰ってきたら俺が買い物した半額払ってくれよ。え、でも私ビール飲まないよ。お前のためにチューハイ買ったから折半して853円な。チューハイだけで高くない？俺のビールとお前のチューハイ代だからこんなもんだろ。ビール代も入ってるのおかしくないかな。チューハイ代を払うよ。なんでだよ。なんでって、ビールは成幸が飲むものでしょ。チューハイだけなら300円くらいだと思うけど。俺と一緒に飲むものだから普通折半だろ。二人で飲むならわかるけどさ。それに俺は思い思いして帰ってるんだから当たり前だろ。なら私が買い物するお肉とかも折半でいい？それはお前が勝手に買ってくるものじゃ。成幸が食べたいって言ったから買うんだよ。私は夜ご飯基本あまり食べないからいらないもん。なら俺に晩飯食うなってことかよ。違うって、成幸の考えで言ったらそこも折半になるよねって話。お前どんだけ意地汚いんだよ。俺のために買おうとか思わないわけ？思ってて今まで請求したことなんてないよね。私二人で食べるものなんだから折半は意味わからん。でも成幸はいつもレシートの金額割って折半にするじゃん。私が買わなくていいやつ買ってもだよ。何か不満あんの？二人ともそれで統一するならいいけど、これだと私だけ損してるじゃん。それはひとみが別に請求しないからだろ。俺のせいじゃない。なら請求したら払ってくれるんだ。俺は無駄なことに金は出さない。成幸はいつもそう言うもん。だいたいお前の方が稼いでるんだからいいじゃん。それは今関係ない。俺は金がないから大切にしてるだけ。私だって貯金したい。それにこの前成幸にお金貸したのまだ帰ってきてない。俺借りてなくね？1ヶ月くらい前に財布家に忘れて飲み代私が払ったでしょ。あー、あったかも。そんなに言うなら成幸もちゃんと払ってよ。それは時効だから無理だわ。なんで成幸の時は利子がついて私は時効なのよ。早めに言わないお前が悪い。お金今はないのかなって思って言えなかったの。1ヶ月前なら俺はもう払わん。はあ、別にいいけどさ。なんだよその態度。成幸がお金に対してしっかりしてるのはわかるけどさ、人に言うばっかりで自分はズボラなのはおかしいと思う。厳しくしたいならひとみもすればいいだけじゃん。言ったら成幸機嫌悪くなるもん。俺はお金取られるの嫌いだから。私取ってないじゃん。だいたい人と付き合うとお金かかるの嫌なのにさ。
それでも瞳とちゃんと付き合ってる俺を褒めてほしいわ。何よ、ちゃんと付き合ってるって。だってそうだろ、交際したらお金は減る一方だし。別に私は成り行きにおごらせたりしてないよね。いつだってちゃんと半分出してる。でも出費が増えるのは事実。それに私の誕生日のプレゼントの旅行だって、旅行費私の分は自分で払った。誕生日プラン考えたんだからいいだろ。なんで俺がお金出さないといけないわけ。確かにそうかもしれないけどさ、私だってサプライズとかされてみたい。サプライズといえばさ、婚約指輪買ったんだけど、後で半分払ってくれ。は？だから婚約指輪買ったの。だから帰ったら半額ちょうだい。成行きが私に婚約指輪買ったの？そうそう、それなりの値段だからお金下ろしてかい。なんでそれを今言ったの？だって家に着いてからだとお金もらえない。忘れっぽいお前が忘れないうちにお金もらっておきたい。信じられない。もちろん嬉しいよな。びっくりすると思うけど信じてくれよ。嬉しいとかじゃなく唖然としてるわ。そんなに喜んでんのかよ。ちゃんと残りの仕事はこなせよ。プロポーズをこんな形でして何も思わない？何がダメなんだ。俺のために毎日味噌汁を作ってくださいとでも言えばいいのか？そうじゃなくて、婚約指輪の半分出すのはまだわかるけどさ。当たり前だろ、俺だけのじゃないし。なんでプロポーズを LINE でするの？ましてやお金の請求と一緒に。それの何がいけないんだ？本当にわからないの？わからないから聞いてるんだ。それよりプロポーズの答えはもちろん OK だよな。本当にわからないのね。じらすなよ、俺のこと大好きなお前だからもちろん OK だろ。お断りします。お母さんたちにも結婚するって LINE したから。は？お断りしますって何？だからあなたと結婚はできません。なんでだよ瞳、俺たちラブラブだったのに。私だって好きだった。浮気か？浮気なんだな。お前慰謝料払え。浮気なんてしてない。私は金銭感覚が合わない成り行きとでもどうにかなると思ってた。金銭感覚が合わないってなんだよ。でも今回のはひどいよ。いろいろ感情通り越して冷めちゃった。俺が金がないから冷めたのか？違うってば。初めから金が狙いかよ。ねえ、自分のしたこと振り返ってみて。自分のしたことって？成り行きが払ったお金は全部折半、私の払ったお金は全額私負担。それにプロポーズを LINE でした挙句、その LINE は結婚しようとかじゃなくて婚約指輪の半額払えって。ひどくない？どこがひどいんだ。本気で言ってる？結婚指輪の半額もらうのがそんなに気に食わないのか？俺より稼いでるくせにどんだけケチなんだ。私が言いたいのはそんなことじゃなくてさ、せめてプロポーズくらいちゃんとしてほしかった。だからしたじゃん。きっと価値観が違うんだね私たち。ある意味結婚する前に知れてよかったかも。何言ってるんだ。もう成り行きとはやっていけない。俺は瞳と別れたくない。これだけ価値観が違うならやっていけないよ私たち。マジで意味わからん。お前わがまま言いすぎ。わがままなんて言ってない。俺お前を訴えるから。なんでそうなるのよ。結婚詐欺師だろお前。母さんたちにも結婚するって報告したのに。それは成り行きが私の答えも聞かずに報告するから。母さんたちに合わせる顔がない。結婚詐欺するなんて最低だな。私はそんなことしてないけど。弁護士雇うから逃げられないぞ。はいはい、もう好きにしてください。ちゃんと慰謝料払ってもらうから覚悟しとけ。それじゃあ弁護士雇えたら弁護士通して話してください。荷物は後日送るので。後で謝ることになっても知らないからな。成り行きはその後弁護士に相談したそうですが、もちろん門前払い。彼はしばらく結婚詐欺師女だと私のことを周囲に言いふらし、私の会社にもやってきました。その他にも会社にメールや電話、ファックスを送るなど迷惑行為をしばらく続け、注意しても聞く耳を持ちませんでした。幸い会社では変な誤解をされることもなく解決したのですが、私は成り行きに逆に慰謝料を請求しました。まさか自分が払う側になるとは思ってもいなかったようですが、成り行きは今私に慰謝料を払うために必死に働いています。皆さんもお金に厳しい自己中男には気をつけてくださいね。ご視聴ありがとうございました。
動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。